ロジックは日本の競争は、アグネスタキオンの初年度産区で2006年の NHK マイルを制した。場名は論理学を意味するロジックから。2004年のハバーセレクションセール1歳に上場され、前田康二に2950万円で落札された。2005年10月8日デビュー。3歳春はクラシック戦線には進まず、マイル選手隊のローテを組まれ、新山記念。 アーリントンカップを構想。ニュージーランドトロフィー3着で NHK マイルカップへの優先出走権を獲得。ここまで7戦すべて3着以内という安定した実績、安城武といよということもあり NHK マイルカップは単勝3番人気と押された。本番ではロスの少ないうちラジ沿いから据え足を伸ばしファイングレインとの叩き合いを制し重賞発制覇を GI 勝利で飾った。続く、東京優秀では11番人気の低評価ながら、集団からレースを進め5着となった。しかし小馬との対戦となった秋初戦の毎日、王冠に手との負け、以後制裁を書く内容が続き成績は急落。右前ん骨剥離骨折や、脚部不安による二度の長期休養を挟み6歳夏まで、現役を続けたが、中山金牌、大阪城。 ステークス4着が目立つ程度で、結局 NHK マイルカップ以降は3着までに入ることもなく、2009年の小倉日経オープン12着後に右前朝屈建猿を発症し現役引退となった。京都競馬場で屈建猿の治療と並行して誘導馬となるための訓練を受けた後、2010年5月30日に誘導馬としてデビュー。平地 GI 競争の勝利馬が誘導馬となる。 初のケースである。なお訓練時に虚勢され、千馬となっている。ミキホースランドパークにて乗馬として供養された後、現在は福島県南相馬市の福の駅里で功労馬としてつなぎをされている。ひバばの父、とさみどりからアグネスタキオンに至るまで四代続けて、内国産守護馬が重ねられており、日本の GI 級競争優勝馬では珍しい存在である。 ありがとうございます。